boxes. I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting is never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted.斉藤豊戦発表されたけど、はい、どう調子の方は、まあ、本当油断しないのが一番なんで、勝つための練習を毎日やってるんですけど、うん、逆にこう大きく見すぎないようにしようと思って普通の生活をしてます、はい、いつも通り。そうですね、はい、で今日はちょっと話変わるんだけど、はい、グラジエーターに弟のジョー君と一緒に練習してる、ご機会で練習してる佐藤文也君が、はい、出るってことで、ちょっと2人の紹介というか、はい、ジョー君の説明からしてもらおうかなと思って、はい、ドリーマーズ、はい、格闘ドリーマーズから、ちょうど2年経って、でそこどうこの2年で進歩したのかなっていうのを聞いていきたいなと思ってる、はいはいはい、まあ、ジョーは僕がやっぱ試合あったのと一緒にこう、うん、ジョーにこう付き添ってもらうことと練習付き合ってもらうこと多かったんで、ジョーもトレーニングずっと続けてたんですよ、うん、ですごい強くなってるし、この試合しないのがもったいないっていうので、まあ、それでまあ試合出ろよって言って、でライジからも使いたいというか、やっぱ自分でこう、でも僕の名前がどうしても最初に来るからこそ多分コツコツやりたいっていうので、まあ、今回のこのアマチュアというかグラジエーターからコツコツデビューしていくって感じだったんですけど、僕すごいそれはいいなと思って、すごいものすごい強さはこう見せれると思うんで、寝技とかも上手いし、僕はもう完全ストライカーに振ってるんですけど、弟はやっぱいろんなこう首とかも混ぜたりとか、こう多分オールラウンダーでやっていきたいって言ってたんで、まあこういう MMA の試合、アマチュアとかこういうのたくさん詰ますたいなっていうのは思ってます。ジョー君マニアというか、急になんか初見さんこの間の試合見ましたって言って、結構マニアックなとこ質問してくるから、本当に MMA 好きなんだろうなっていうのはすごく出て、なんか僕がそれこそ K-1 選手でやってた頃からあんまり UFC そんなに有名な人の試合しか見てなかったんですけど、ジョーは総合の試合、昔からジョーは総合好きで、小学生の時からなんかプライドとか、なんかすごい MMA 好きなんですよ。だからこう本人的にもすごい楽しみな部分はあるんじゃないですか、ね、試合決まってからやっぱ一緒に練習しててもやっぱ顔つきちゃうし、うん、僕自身すごい楽しみ。前 MMA 出た時は全然こう MMA 自体ができなかったっていうか、まあ、MMA を知らなかった部分も多かったんで、ここ2年近く練習して、で新しく合気会っていう岩崎先生とも出会って、こういろいろいい経験をこう今試合してない中でいろいろあったんで、本当それを出すだけかなっていうから、この合気会で数ヶ月やってきたこととか他で得た MMA の知識とかをそのまま試合に出せればなって。ジョー君と一緒に出るフミヤ君、はい、フミヤはそのジョーの中学の同級生で、でよくうちの実家に遊び来てたんですよ。で高校にちょうどジョーが上がる時に、そのフミヤも一緒に格闘技始めたいって言って、その俺らのキックボクシングの練習に来るようになって、最初の格闘技の練習でよくあるボコるってあるじゃないですか。だからまあそれでもすごい立ち向かってきて、うわそこれはいい逸材になるなと思って。根性あるんだ。僕とかとだからオープンフィンガーとかで、ね、本気で殴り合ってるからビビんないですよ。それはやばいね。そうビビんないですよ、ね、やっぱそこの根性があるから、やっぱ今すごい強いし、結構MMA の選手とプロの選手も失神させたい、やっぱスパーリングで。すごいよ。すごいですよね。まあすごい、でも自分自身も楽しみですね。初めての MMA の試合なんですけど、結構もう自信ついてきて、そうですね。キックの最後試合出てから 2、3 年経って、その間ずっと MMA の練習をしてきたんで自信ありますね。もうすべて打撃のキレとか、もうタックルも取られないですし、もう全て変わりましたね、はい、でちょっと練習見てたら、はい、変わった打撃してて、はい、まあ、移動稽古とか、はいはい、いろいろ俺も見てるだけじゃ意味がわからないというか、はいはいはい、理解
みたいなことが多くて少し説明してほしいなって。そうですね、岩崎先生のその大機械からっていうのは、僕は最初始めた時になんですごいのか分かんないけど、なんかすごいな、ずっとやってきたことが本当面白いように、1ヶ月2ヶ月3ヶ月って月増すごとにその空手の月とか染みてくんですよ。前だったらこの構えからのこういう腰を回してこのパンチというか足を使ってるこういうパンチっていうのが常識だったんですけど、空手のこの月というか、これもやっぱ最初全然力入んないから、こうただのこうシャドーボクシング見えるじゃないですか、やってない人からしたらただのこうダンスとかじゃなくて、しっかり一発一発このなんていうんですかね、やっぱやっていくことによって全然違うんですよ、パンチとかも。だからそれが試合になった時やっぱこれが出るというか、要は出るんだけど、ここで足出ちゃうと足にも出しかねないのか、けど足止めとくと分かる、乗るんだよ、膝に力が入るし。違う、思い切るか、負けちゃうんだけど、これこそじゃそうですそう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 、これを言いたいんだよ。ああでも、ね、言いたいことはそう、これを言いたい、これは聞くんだ。左ボディ打つから右のパンチあるで、それでもっと後ろ下がってパッとこうなるでしょ、それをこう出してるでしょ。そう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 、だ結局質量、この質量は質量がいかないで物体がこうやっていくんじゃないんだよ。あそう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 、でそれはなんでかっていうと、当ててもくれても俺がミットをするんで、それでやらせてワンツーってね、こうでいったら入る、画面足こうなるけど、はい、こうですよとバン、はい、回るでしょ、うん、ここの質量をこうやってやって画面合わせてこうやってもらっちゃうと、こうやってもらっちゃうと、こうするともらわないんですよ、うん、そうです。結局自分自身との戦いが一番ではあると思うので、まあ、アマチュアの試合ではあるんですけど、まあ、試合は試合、大事な試合なんで、期待というよりかは一生懸命後悔ないようにやってほしいなっていうわけで、はい、その日の全力を尽くしてほしいです。だからその日に一番いい状態を持っていってほしいっていうか、試合をやるためにその全てを持っていくっていうのも練習じゃないですか、そのなんですか、プロに合わせる。だから僕もやっぱ小さい頃から何度も何度もこう試合して試合当日を迎えるっていうのをもう小学校4年生からやってるんですけど、 MMA に転向して、まあ、より繊細になったっていうのもあるかもしれないですけど、やっと最近だってこう試合をこうちゃんとこう落ち着いて持っていけるようになったというか、やっぱそこもやっぱたくさん試合していかないと、どんだけ人から経験聞いても経験しないとわからない部分があるじゃないですか。そうだね、自分でやんないと、はいはいはい、だからまあ一歩ずつ噛み締めてほしいなっていう、じゃあもう見守るというか、そうそうですね、勝っても負けてもそれが MMA の人生で、やっぱ UFC でチャンピオンになりたいっていうのは2人ともあると思う、ね、いや本当に叶わない夢じゃないと思うし、一緒に頑張りたいですね。MMA ファイターになれたっていうのがまず一番でかいかなっていうか、前はまだ全然その MMA の距離だったりとか、全然まだキックボクシングやってて、全然 MMA 自体の試合の展開自体を理解してなかったので、今は全然違ったそれこそ試合を見せれるんじゃないかなっていうか、ちゃんとした MMA の攻防を見せれるかなっていう自信がありますね、はい。必ず KO するんで、はい、そこを見ていただければいいかなと思います、はい、今日いろいろ聞いたけど、はい、ありがとうございます。またちょっとね、レン君の試合に向けても後日いろいろ聞いていきたいから、はい、ぜひ、はいはい、お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。止まんないイメージで言うと結構ボンボン勢いが出る、その 止められないかな、なんて引っ張られてんだけど、だからこっちの意識は向ける、そう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 、前じゃない、あ、いいね、この足のこのさ、パッて上げるだけでもさ、それで結構上手かけてるよ、この、うん、この時って確か質量って出しやすいよ、ここで動けてる、だここでさ、もうこういう感じの、ジャブでいいじゃん、だから変にここで綺麗にここ打ちに行かなくていいってこと、そうだから自分の打ち合わせるとこういうのでも正解の 手とかやっぱほら手が動く、うん、そうそう、いい時はここ試合になったら絶対こう相手も下がるからさ、
まあ、試合スパイン。ここ見て、ここでまた、うん、一手間を見てもいいし。あ、そう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 。だけ喋ってくれる。頭かな、これ。とにかくここ出てくるイメージ。うん、このイメージが大事なんですよ。うん、イメージ。そうそうそう、この変だし、このダッシュの、こういう、パンチ、これでパンチ、連打してみる。そうそう、これ、こういうこと。そうそう、こういうこと、分かる、分かる、分かる、この追いかける感じ。うん、なんか、分かる、なんか、なんか、前に行く力と後ろにこう制御しないといけない、この衝撃でパワーが構えて、前に行きすぎちゃう。力ってそんなに衝撃ないんだよ。急ブレーキ、急ブレーキ。